おばんでやんす。というわけで本日はこちら渋谷道玄坂の中ほどにございます新部崎屋にやってまいりました。こちらでね味噌ラーメンのお店ということで、果たしてどんなラーメンがいただけるんでしょうね。それでは今日も張り切ってねねねねねねね新部崎渋谷崎さんいらっしゃいますか。行ってみます。というわけでこちらちょっといいんですよ、もうそれ箸落ちたのとか映ってないんだから。はい、というわけでこちら特製の特盛りです。そして本日はこちら2200年 TV よりツッチーさんお越しいただきました。お疲れ様でした。いやお疲れ様よ、本当にお互い様お互いに本当にありがとうございました。その際ありがとうございました。ありがとうございました。まあ今日はね、お疲れ様ということで慰め合いですね。慰め合うっていうのあるよね、食べてこうもう1000キロ歩こうと。いや、もう歩かないでしょ。それでは早速いただいてみましょう。卵麺がもちもちで、うん、いいですね、焦がし味噌。焼肉みたいな。いや、なんで？ご飯一番美味しかったのなんか。ご飯美味しかったところ、カップ麺ばっか食ってましたからね。だったですね。なんか山口で差し入れてもらった源氏巻きっていうあのなんか細長いどら焼きみたいなのがあるんですけど、あれ美味しかったですね。なんかそのもちもちの皮にくるまれたあんこ、山口名産みたいな。はい、土佐家にもらったんですけど。え、でなんかツッチーさん編集してて最後なんですか。何急にカメラ回ったらそんなテンションなんですか。さっきいいこと言ってた。いやいや、あの本当にあの根津市と連絡取ってたじゃないですか、うん、で最後に何かこうちょっとサプライズじゃないですけど、うん、私も含めなんか今までやったよねっていう、うん、2人にしかわからないのがあったじゃないですか、うん、なんかそれを大絶賛にしてちょっと竹中さん感動させてやってたらなと思ったら自分が感動しちゃってちょっとうるうるしながらダメだこれ。嬉しいですね。なんかまた電車乗ってるなんだとか。いや乗ってない。なんか申し訳ないなっていう。乗ってないから。それ見てる人の勘違いしてる。本当にガチでやってます。はい、それではこちらの煮卵いただきたいと思います。うわ。やっぱこうね、味噌の甘さ。で甘さで焦がし味噌っていうことでちょっとしたあの香ばしさもあってでそのスープによく合うようにお水入れます。はい、お水入れます。今やってるから、はい、空振りファンも結構いるんだから。あ、いるんですか。うん、2人ほど。すいません、空振りしちゃいました。いただいてみましょう。チャーシュー卵じゃないですね。そこよ、ナイスツッコミですよ。そういうボケだったんですよ。そういうボケです。いただいてみましょう。黄身がトロトロのタイプの卵。ああ、これはご飯に合いますね。編集しててどうですか、なんか覚えてるのありますか。10本、20本で
まあ、送られてくるじゃないですか、うん、でそのうちのほぼ半分以上が、うん、はいというわけで、はいというわけはいご覧くださいはいというわけで全部同じですよねちゃんと編集用にこういうふうにカメラ固定して、うん、で自分がリアカーのものを撮ってこう通過するっていうやるじゃないですかあれも設置してから戻ってくるところまで見れるの僕だけなんで頑張ってるなと思って見てるそうよ、なんかいろいろ考えて角度も変えて下からとか上からとか一回こう倒しちゃったみたいな確かにはい、というわけでこちら完食です。いや、まだ食べてる。はい、というわけでね、いただいてきましたけれども、はい、いや、本当に編集ありがとうございました。本当だよ。いえいえ、言っちゃったよ。いえいえ、とんでもないです。いや、もう本当に、はい、ね、また何かありましたら、はい、お願いします。いや、こちらのね、いやなんかい、こちらのね、ラーメンも濃い味噌ラーメンということでめちゃくちゃ美味しかったです、ね、美味しかったですよね、はい、あ、全然動画では触れてないかったですけど、うん、餃子もむっちゃうまかったですねすごい食べたかったですね皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ試してみるというのはいかがでしょうか。以上、渋谷道玄坂新部咲屋よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。